感染が確認されたのは高知市に住む30代の男性会社員です。感染経路は不明で軽症です。男性は今月9日に咳が出始め、10日に発熱などの症状がありました。一昨日には頭痛などの症状が現れ、医療機関を受診しましたが検査は受けず、昨日別の医療機関を受診し感染が判明しました。 男性は事務職で仕事中はマスクを着用昼食も1人でとっていたことから社内に濃厚接触者はいません同居の親族3人と8日に一緒に食事をとった別居の親族3人の合わせて6人が濃厚接触者として検査中です県内の感染者の累計は947人となりました 現在、医療機関には10人が入院していて、重症者は1人です。今日3人が退院しました。